戦を勝ち抜き決勝戦に駒を進めたチームはセレソン都城フットボールクラブとフォルトゥナ延岡フットボールクラブです。まずは決勝戦の審判をご紹介します。レフリー中井久志、アシスタントレフリー南園則兼氏、増田博樹氏、行司拓也氏、以上の4氏審判団です。続いて両チームのスターティングイレブンをご紹介します。まずはピッチ向かって左サイド、セレソン都城フットボールクラブ、ゴールキーパー1番吉丸健信、ディフェンダー3番周行弘明、5番竹脇大輝、6番辰本麻人、7番松川大河、ミッドフィルダー8番宮川昌司、9番堂園和真、11番岩下優也、20番吉牟田光介、フォワード10番吉牟田直樹、19番鎌田光輝、そしてチームを率いるのは中山慎吾監督と黒木義久コーチ、そして谷口信孝トレーナーです。続いてピッチ向かって右サイド、フォルトゥナ延岡フットボールクラブ、ゴールキーパー17番川野翔一郎、ディフェンダー2番高原桐雄、4番中川翔、10番酒井大輝、16番尾崎幸也、ミッドフィルダー5番甲斐圭介、8番黒木京太、6番枝本淳、7番西淳平、フォワード12番山口理央、11番林田今朝夫、そしてチームを率いるのは清水則義監督と那須修二コーチです。それでは UMK ユースサッカー2010決勝戦、まもなくキックオフです。
前半終了です。前半終わって得点は0対0です。ここで反対に入ります。